バーデン大抗国国有鉄道、i イブ型蒸気機関車は、バーデン大抗国国有鉄道の車軸配置にし、1の急行用蒸気機関車である。後に、ドイツ国営鉄道18.3型となった。20世紀初頭、バーデン大抗国国有鉄道では、国内鉄道網整備の推進や、輸送需要及び、列車単位の増大などに対応すべく、 林国バイエルンの首都ミュンヘンに本社工場を置くドイツでも有数の機関車メーカー JA マッファイと協力して高速旅客列車牽引用機関車の新規開発が行われていたその過程で1902年には当時最新のフォンボーリース式複式機関車4機等と飽和式ギセルボイラーを組み合わせたテンダー機である井戸型が完成し1907年には ドイツ発となる、車軸配置 2C1 とやはり当時最新の技術であった、シュミット式加熱装置を採用した IVF 型が JA マッファイ社の製造部長であったアントン・ハンメルの設計により完成していた。特に IVF 型は当時最新最強の機関車であり、オーデンバルトやシュバルツバルトなどに急行バイク間を要するバーデン対抗国国有鉄道の 路線条件に適した 1800mm 系の動輪を備え、その主力機関車として大きな成功を収めていた。だが、この当時のドイツ国内を見渡すと、隣国バイエルンの国有鉄道、を、はじめ高速旅客列車県引用蒸気機関車では、それより大きな 1870mm から 2100mm 程度の直径の動輪を備えるのが一般的で、 事実バーデン大抗国国有鉄道においても先行する井戸型は 2100mm 系の道輪を備えていた。そのため、平坦線主体で連続高速運転を強いられるバーデン本線のバーゼルマンハイム間の運用において代替対象となる井戸型と同様の最高速度での運転を実施するにはこの IVF 型は小さな道輪系による速度の不足を補うべく シリンダーの往復速度と動輪回転数を引き上げるという対策を取る必要があり次第に便装置を中心とする各機構部に故障が多発する状況となっていたそこでバーデン対抗国国有鉄道は1915年にライン川沿いの平坦線での高速運用に適した IVF 型の後継となる新型機関車を再び JA マッファイへ 発注、まず以下に示す試作車3両が完成した。続いて量産車が発注され、2回に分けて、以下の17両が製作、納入された。先行する、井戸型、IVF 型はいずれも当初、JA マフファイが製作を担当し、バーデン対抗国の国内機械、産業育成方針から、造備車や量産車は首都に本拠を置くじ元機関車、メーカー、 カールスルー駅海製造が JMFI のライセンスの下で制作するというパターンをとっていたが、本形式は例外的に20両全車とも JMFI が制作、納入している。なお、本形式量産車が納入された1920年の4月には、発注車であるバーデン大抗国国有鉄道がドイツ国営鉄道へ統合されており、 本形式量産車の後半製作分は、ドイツ国営鉄道へ直接納入されている。基本となった、IVF 型やバイエルンの S3、6型などと同様、軸配置に C1 の足回りの上に高価室の、加熱式ボイラーを搭載する複式オン、気筒テンダー機関車である。前述の通り、道輪は高速運転を実施する必要から、 IVF 型と同じ 1800mm 系ではなく、その全世代の軸配置 2B1 機である井戸型と、共通の 2100mm 系とされた。これにより IVF 型の時速 100km 運転と、同じシリンダー往復速度、動輪回転数で、約時速 115km での運転が可能となった。だが、同輪の踏みずらに一方向から、 ブレーキ周を押し付けて摩擦力を発生させる当時の片押し式踏み面ブレーキの技術的な問題から最高速度は時速 110km に制限されていた本形式は複式4気筒機であるが IVF 型などとは異なり講述するように内側シリンダーと外側シリンダーが直接駆動する同軸が分けられていたことから 各動輪に備わるバランスウェイトの位相が、バルブタイミングの差や、サイドロッドの位相などを考慮してそれぞれ異なっており、さらに最後部の、第三動輪にはほとんどバランスウェイトがない、という特徴的な構成となっている。本形式は、IVF 型と同様、一体中高性シリンダーブロックに4本の、シリンダーを備える。ただし、4つのシリンダーすべてが一軸を、 集中駆動していた JA マッファイによるこれまでの複式温気筒機関車とは設計が異なり内側高圧シリンダーは第一動軸を車輪間に備わったクランク軸を介して外側低圧シリンダーは第二動軸を車輪の左右外側に備わったクランクピンを介してそれぞれ駆動するように変更されているこれは単式に気筒機をそのまま 複式多気筒に拡張しただけの単純なレイアウトから、フランスで広く普及していたアルフレッド・ドゥ・グレーン公案のドゥ・グレーン式複式四気筒機関車に近いレイアウトへの変更を意味する。ドゥ・グレーン式では、第一同軸を駆動する、大枠内側の高圧シリンダーを、前方フロントデッキに突き出す位置に配置し、第二同軸を駆動する、 大枠外側の低圧シリンダーを仙台車と第一、動輪の間へ、つまり、一般的な端式二気筒機より後方へ配置する、ことで、各シリンダーと各駆動軸の間を結ぶメインロッドの長さを可能な、限り短く等しい長さとしている。こうすることで、内外のシリンダーの便装置搭載スペースを確保し、また駆動系の完成質量を均等かつ最小限に、 抑える設計となっている。これに対し、本形式のシリンダー配置は、内側高圧シリンダーこそ、ドゥグレーン式と同様に、フロントデッキに突き出すようにして置かれているものの、外側低圧シリンダーは、単式二気筒機と同様、仙台車の前後車軸間に置かれ、排気管も複雑に屈曲させず煙室内の、ブラストノズルに一直線に伸びる位置関係となっている。 この設計により、本形式の内側シリンダーは、メインロッドが、シリンダー工程に、十分見合う程度に長く設計されており、ピストンシリボーの覆いが、フロントデッキ前方に突き出した、他の JA マッファイ製、複式イオン機群具とは見間違うことのない個性的な、外観が備わることとなった。また、内外のシリンダーから二軸を分担して駆動するように、された。 クロムマイナスニッケル合金で製作したフレモント式中空加工クランク軸は1軸で4気筒分の負荷を受け持っていた従来の IVF 型などのものと比較して耐久性が向上した追跡できる限りでは本形式20両べてのクランク軸は無交換で200万 km 以上の走行距離を達成した 第一道軸のクランクアームは 160mm 厚で頑丈に設計されたため、内側の高圧シリンダーの中心間隔は、クランクアームを太くした分だけ狭くなった。そのため、十分なシリンダー形を確保するには、それぞれの取り付け角度と取り付け高さを変え、左右のシリンダーが干渉しないように固定する必要があった。 この左右の内側シリンダー中心高さの相違も、また、全面フロントデッキ上に突き出した、ピストンシリボーの多いにより、外部から明確に確認できる。弁装置については、左右外側に一組ずつ設置された、ホイジン側式弁装置が、吸排気系が接続された、高圧シリンダーと、低圧シリンダーのセットをそれぞれ連動制御する。低圧。 高圧シリンダーの弁は重列に並べられたタンデム構造になっており、これにより弁装置の簡素化や気候の小型化が図られた。しかし、内側高圧シリンダーの弁を独立して操作できないことは、その調整を著しく困難にした。本形式のボイラーは、三感動構成のキセル式、ストレートボイラーで、高化質と加熱装置を備える。このボイラーは、 飛行士面積が IVF 型の4.5平方メートルから5.0平方メートルに約11%拡大されており、それまでドイツで機関車用に用いられたものとしては最大であった。特にこの飛行士面積はドイツ国鉄45形蒸気機関車 DRG バウレーヘ45と同形式と共通設計のボイラーを搭載する。 ドイツ国鉄06形状機機関車の2種に記録更新されるまでドイツの機関車では最大を記録するものであったが自動給炭装置は設置されておらずすべて乗務員が手作業で投炭する必要があったしかし本形式のボイラーは水量が少なく蒸発電熱面積も飛行士面積の増大に比較して増積の比率が小さく IVF 型比で約7%しか増大しなかったため容量が小さくなっている。また IVF 型や S3、6型などの同型加熱式、複式機関車と同様に加熱器の容量も小さくなっている。この加熱器では蒸気温度は摂氏330度までしか上げられなかった。このため後の正式機関車に比べると IV 型の水や 石炭の消費量は大きくなっている。蒸気ドームと砂箱は IVF 型と同様一体のケーシングに収められて大一感動上に搭載されている。台枠は IVF 型の設計が踏襲され、当時の JA マッファイ社製大型機で標準の 100mm 圧圧延鋼板をくり抜き、切断して形成された部材を組み立てた膨大枠とされている。 仙台車は、車輪間に、台車枠や軸受けが備わる、内側台枠構造の二軸ボギー構成で、その回転中心は二軸間の中心から1 1 0ト、mm、ル後ろにずらした変身台車となっており、さらに回転中心部で1 5 2ト、mm、ルオウド可能として、急曲線通過に備えている。受台車も内側台枠構造で、輪軸に、 アダムス車軸を使用して1 0 0、mm、ートル王動できるようになっている。なお、各車輪は、スポーク車輪となっている。淡水車も通常のものではなかった。シリンダー配置などの関係から機関車本体の全長が伸びたため、既存の2 0ル転車台を使用可能な最前輪、最後輪間隔に収めるには、淡水車本体の全長を短くする必要があった。 そのため、四軸構成の車輪群は、一般的な二軸、ボギー台車二組とせず、後ろ側の二つの輪軸は、軸距わずか 1450mm で車体の大枠後部に、台車枠を直結固定し、全部の二軸のみを、通常のボギー台車と同様に、首振り可能とするという、極めて得意な設計が採用されている。なお、これらの台車の台車枠はいずれも、 薄鋼板をリベット組み立てした外側大枠式の板大枠構造となっており、後部台車についてはブレーキシリンダーが左右側面の二軸間に備えられている。本形式は1918年から1920年にかけて3回に分けて納入され、オッフェンブルクに配置された。ラインゴルトに投入される前はフランクフルトアムマインとバーゼルの間で、 貨物列車を牽引していた。ハイデルベルク中央駅を東端式から通過式に改造する工事が完成しなかったため、機関車交換なしに通し、運転を行う計画は実現しなかった。この機関車は平坦線においては650トンの列車を牽引して、時速100キロメートルで走行でき、また5.38パーミルの勾配線においても同じ重量の列車を牽引して、 時速 70km で走行できた。これに比べて零散型が5%パーミル勾配において、時速 70km で牽引できるのは570トンに過ぎなかった。リハルトワーグナーによれば、この機関車の図紙出力は2200馬力に達する。1920年に最後のアイブ型が納入された時点では、バーデン大抗国国有鉄道はすでにドイツ国鉄となっていた。 20両すべてを引き継いで18.3型とした。各車両の番号は3回に分けて納入されたグループごとに18301から18303、18311から18319、18321から18328となった。ドイツ国鉄での運用中は珍しい4シリンダー複式機関車であるため、 関連する部署ではかなり嫌われることになった。機関士は複雑な構造を扱いかね、管理部署では高圧、低圧シリンダーを組み合わせる複式機関を問題とみなし始めた。1920年代末にはバーデンにおける機関車は正式機関車の01型に置き換えられ始め、愛部型は北部で使われるようになった。1933年には 最初の機関車がコブレンツに配置され、ラインゴルトの予備機及びフランクフルトザールブリュッケン、カンデの運用に用いられた。ブレーメンには1935年に配置され、この機関車が適している北部ドイツ平原の平坦路線で運用された。ここではこの機関車をうまく使いこなし、細かい回収を受けて、i イブ型より15年も、新しい零細型よりも優れていることを示した。 1942年からは i イブ型のすべての機関車がブレーメンに配置された。1930年代の試験走行では18-328の最高速度は時速 155km に達し、その優れた走行特性を示した。強化されたブレーキと柔らかいスプリングの取り付け後は、この型の機関車の最高速度は 時速 140km に向上された。18326は1944年に戦災を受けて廃車となったが、残りの19両は戦争終結まで残って、ドイツ連邦鉄道に引き継がれ、1948年から旧車となって運用終了した。ドイツ連邦鉄道となってからも、試験目的で高速走行できる機関車が必要とされた。 より新しい正式機関車は営業運転に用いられており、転用不能であったため、運用終了していた3両のアイブ型を使用再開することが決定された。選択された機関車は18、18316、18319、18323であった。ドイツ国営鉄道時代に装備されていた18314同様に、これらの機関車は、 試験におけるブレーキ機関車として使用するための、反圧ブレーキ、ビッテ式の、除、煙板、大型演出扉、改良された砂箱、カレドニアン式の煙突などが装備された。また、淡水車も改良された。18-319は、煙室が延長され、内部に、高圧シリンダーから排気する装備が備えられた。これらの機関車は、 民電の連邦鉄道試験局に配置された。1951年にこのうちの一両が試験走行において完全な特急編成を牽引して今日に至るまで破られていないドイツにおける長距離走行記録を達成した。ハンブルクアルトナ駅からフライラッシングまで 977km の区間を1回の保守作業もなしに走り通した。この工程における 最高速度は時速 125km であった。機関車は途中、水と石炭を補給するための停車をしただけであった。1956年には18316がクーフシュタインベーグル間における電気鉄道車両のパンタグラフの試験で時速 162km を出した。このためアイブ型は国有鉄道に由来する蒸気機関車としては 王立バイエルンクに有鉄道 S に6型蒸気機関車を抜いて最高速の機関車となる。マンハイムへ向けて輸送中の18316、18316と18323は1969年に運用を終了した。これはドイツ連邦鉄道において最後の4シリンダー複式機関車であった。2両は モニュメントとして保存されることになり、18316は、民伝の遊園地に、18323は、オッフェンブルクの技術学校に置かれた。18316は1990年代初頭に、マンハイムの技術、産業博物館に引き取られた。20年以上露店に置かれていたにもかかわらず、再び稼働状態にすることができた。 1995年から2002年4月に運転終了となるまで18316はバイエルンの S36 型3673号機と並んで国有鉄道時代の急行用蒸気機関車として運転可能な2両のうちの1両で多くの特別列車を牽引した18478と異なり 18316は当初の状態への復元は行われなかった。車輪を損傷して以降の18316の今後の予定は未確定となっている。18316はまずフリードリヒスフェルトのマンハイム歴史鉄道の修繕を受けた後、2007年4月24日に博物館へ戻された。18314は東ドイツ側の技術者。 マックス・バウムベルクの推奨により、1948年に、東側に残されていた18-434と、交換に、ドイツ国営鉄道に引き渡された。1951年までこの機関車は、シュテンダールの基地からの連絡任務に用いられていた。それ以降は、後に、ベス・エムハレとなるハレの機関車研究所に送られた。そこで、 東ドイツ国鉄07型蒸気機関車線1号機の淡水車と組み合わせられ、粉炭燃焼ボイラーに改造された。急行用車両の試験のために高速な機関車が必要とされており、これらの機関車が S3、6型と並んで時速 140km を達成できると認められていたことから、 東ドイツ国鉄18型蒸気機関車201号機と並んで18314を改造することになった。1958年にこの機関車は、ツビッカウの10月7日工場においてベス・エムハレの計画に基づいて改造され、39E 型の燃焼室付けボイラーになった。これは22型の改造に用いられたものと同じであるが、 ややキセルが短縮されていた。これは、煙室内に排気管があって、とてもスペースが狭く、加熱管寄せもそこに設置する必要があるために、行われた。また、ブレーキ機関車として使用するための、反圧ブレーキと、通常とは異なる、形の表面型給水温め器が装備された。シリンダーとボイラーは一部が覆われ、小型の特別に設計された助。 煙板が装着された。煙突はマッファイの当初の設計に基づいてつば付けのものになった。淡水車としては正式型の 22T34 が組み合わせられた。最高速度は時速 150km に向上された。この機関車は緑の塗装に白いストライプを入れられた。1960年12月18日に改造が完了した。 1967年にこの機関車は石油燃焼式に改造された。試験走行に加えて、この機関車は時折晴れベルリン間や晴れマイナスザールフェルト間において急行列車牽引に使用された。1971年12月31日に運用を終了した。東ドイツ国鉄では急行用機関車を一両のみ保存することにしていたため、 保存機としては18201が選ばれ、18314はフランクフルト歴史鉄道協会に売却され、現在はジンスハイムのジンスハイム自動車技術博物館に保存されている。東ドイツ国鉄020314から1号蒸気機,機関車の形式図。ありがとうございます。